乳糖不対症、乳糖不対症、乳糖不対症。ラクトースイントレランスとは、乳糖、ラクトースの消化酵素のラクターゼが消化できないことで、消化器に生じる諸症状。多くの場合、消化不良や下痢などの症状を予定する。人を含むほとんどの哺乳動物は、離乳すると、ラクターゼの活性が低下する。生体になっても活性が続いている場合には、 ラクターゼ活性持続症などと呼ばれる。また牛乳アレルギーやガラクトース血症は乳糖不耐症とは異なる。乳糖不耐症は、小腸でラクターゼが十分に働かず、乳糖が分解されないことで症状を起こしている。乳糖、ラクトースは、腸内で作られる、消化酵素のラクターゼによって、下水分解され、ガラクトースとグルコース、ブドウ糖に分解される。 そして吸収される。しかし、人を含むほとんどの哺乳動物は、離乳すると、ラクタージェの活性が低下する。離乳後のラクタージェの減少は、遺伝子に基づいた減少である。ラクタージェの活性が低い人が、牛乳など乳糖を含んだ食物を摂取すると、乳糖を十分に分解できないため乳糖を吸収することができない。その結果、 腸内に乳糖が残ってしまうことで、乳糖不対症の諸症状が発生する。乳糖不対症は健康であっても、哺乳類であれば起こりうる。人の場合、乳製品を子供の頃から摂取してきた人を除き、大抵の大人の腸内では、ラクターゼの分泌が少ないことが知られている。ただし、乳糖不対症でも、ラクターゼが全く存在しない場合もあれば、 存在しても十分な量がないだけの場合もあるので、乳糖の許容量には個体差がある。この乳糖不体による自覚症状がないものも含めて、ラクターゼの活性の低下が見られる場合は、乳糖不体症としてカウントし、乳糖、主に牛乳の摂取の有害性を主張する例も見られる。乳糖が原因であることが判明していなかった頃は、牛乳不体症などと呼ばれていた。 そして、乳糖不体が原因で発生する諸症状について、古くは食物アレルギーの一つであろうと片付けで、正確な説明がなされてこなかったという歴史がある。しかし、特に第二次世界大戦後、日本のような一般に栄養状態の悪かった地域において、栄養状態改善のための施策を行うにあたって、牛乳の飲用で体調を崩すため飲めないものが多数いることが問題となった。 この牛乳によって起こる主に消化器系の諸症状の原因が牛乳に含まれる乳糖を消化できないことが原因であることが明確になったのは1958年に発表された次の論文によってだと言われる。この研究が発表されて後、一気に乳糖不対象についての研究が進んだと言われている。もし父だけが、 主な栄養摂取源であれば、吸収不良から低血糖症が起こることがある。乳糖不対症ではしばしば下痢が発生する。これは、乳糖の水への溶解度はそれほど高いわけではないものの、それでも水に溶解するので分解されることなく、腸腸を通り過ぎた乳糖は、大腸内の浸透圧を上げてしまう。すると腸壁から水分が出てきて瓶が軟化し、浸透圧性下痢が発生する。 さらに、腸内の微生物には乳糖を利用する種類もあり、乳酸や二酸化炭素、水素、メタンなどが発生する。その3によって、瓶の pH が6を下回ると、大腸を刺激して、その全動運動を強めてしまうことも、下痢の原因となる。さらにこれは、腹痛や腹命などの原因にもなる。また、腸管内で発生した二酸化炭素などは、気体となるため、 腹部傍慢を感じる場合もある。これらの下痢の挙動は、競技のオリゴと、難症化性を摂取した時と同一であるが、こちらでは、腸内環境の改善と表現されることが多い。ラクターゼの減少は、成長した、哺乳類全般に起こることであって、異常とは言えない。哺乳類は、授乳期が過ぎると、ほぼ例外なくラクターゼの活性が低下してしまう。したがって、 授乳期が過ぎた、哺乳類が乳頭不対症であっても、それを病気だとは言えない。これが、いわゆる自発性の乳頭不対である。ただし、ごく稀に先天的にラクターゼが欠損している人もおり、この場合は、出生時から乳頭不対症となる。これが先天性の乳頭不対である。これは、明らかな異常であり、治療の対象となる。しかし、授乳期が終われば、 生死に関わる、類のものではない、自発性の乳頭不体は異常ではないので、乳児の期間だけ、チラクターゼなどの乳頭分解酵素製剤を傾向で、投与するという対象療法を行ったり、母乳ではなく、乳頭不体症の乳児向けの特殊なミルクを与えると、いったことをして対する。また、以上のような遺伝的な問題とは別に、後天的に乳頭不体症となるケースもある。 その原因としては、などが挙げられる。そしてこれは、後天性の乳頭負帯と呼ばれ、自発性の乳頭負帯とは区別される。診断には、いろいろな方法があるが、簡便な方法として、乳頭負帯症によると思われる、諸症状が出るものに、ラクターゼ精剤を服用させるというものがある。服用した、結果、無症状となったり症状が軽減した場合は、 乳糖不対象に間違いないであろうと診断される。乳糖不対象と同様に、乳糖の摂取も問題となるガラクトース血症というものが存在する。この両者は混同される場合もあるが、発症のメカニズムは全く別物である。乳糖不対象は、上記の通り長官でのラクトース、乳糖の分解がうまくいかないことが原因だが、ガラクトース血症は遺伝子の異常のために、 ガラクトースの代謝に関わる酵素がうまく作れいいことや、小腸で吸収されたガラクトースが流れる門脈の異常が原因。つまり、乳糖不対症は乳糖そのものが原因で起こる。わけだが、ガラクトース血症は乳糖が分解されて出てくるガラトースが原因で起こるわけである。したがって、乳糖不対症だけであれば、ガラクトースを摂取しても何も問題は起こらない。また、 ガラクトース血症は血液中にガラクトースが異常高濃度で存在することによって起こる問題、すなわち体の内側で起こっている問題だが、乳頭不対症は腸管内という体の外側で起こっている問題に過ぎないので、乳頭が腸管カラビンと共に排出されてしまえば症状は収まるのである。ちなみに、ガラクトース血症は最悪の場合死亡に至るため、 乳糖不対象よりもずっと厳密な管理が必要となることが多い。乳糖不対象と同様に、乳製品の摂取が問題となるアレルギーも存在する。この両者も混同される場合もあるが、やはり、これらも全くの別物である。乳製品アレルギーは、あくまで免疫系、生物分野の問題であって、乳製品そのものに生体が過剰反応しているので、ある。こちらは、 最悪の場合、アナフィラキシーショックを起こして死亡する場合もある。一方、乳頭不対症は、物理的問題、腸管内の浸透圧の異常上昇や、発生した気体の振る舞いや、腸管内の pH の変化などの関係であり、これを受けての体の反応に過ぎない。乳頭不対症は、乳頭だけが問題となっているので、軽度の乳頭不対であれば、生乳では、 症状が出ても、それを原料としているヨーグルトなどでは症状が出ないこともある。乳酸発酵の際に10%から30%程度の乳糖が乳酸菌によって乳酸に変わられてしまうが、このために軽度の乳糖不対象であれば、乳酸発酵された乳製品の摂取では症状が出ないこともある。しかし、ヨーグルトになる程度の乳酸発酵で消費される乳糖は、 せいぜい約30%止まりであるため、ヨーグルトではどんなに少なくても生乳に含まれている7割程度の乳糖が残存している。従って、生乳を摂取した時と同じように症状が出る場合もある。なお、生乳中の乳糖を人工的に分解した乳糖分解乳というものも存在し、100%乳糖が分解されている製品であれば、これを飲んでも、 乳糖不対象の場合は、一切症状が出ない。しかし、乳製品アレルギーの場合は、いずれの場合でも、一定量の乳製品を摂取すると症状が出る。なお、乳糖不対象も、小児の食物アレルギーも、共に症状が改善することがあることで知られている。しかし、完全な乳糖不対象者に対しての、乳製品摂取の無理事は禁物である。さらに、 食物アレルギーについては、医師の指導監督の下で、いつでも救命措置を行える場でないと命の危険があるので、絶対に家庭などで治療しようとしてはならない。本来は、授乳期が過ぎると、ラクター税の活性が低下し、乳頭負荷となるはずの哺乳類に属するのにもかかわらず、人の場合は、生体となっても乳頭負荷とならない個体が多数存在する。この中には、 乳児の時と比べて、ラクターゼの活性が低下しているものの、乳頭負耐の症状が出ていないだけの、いわゆる乳頭負耐症の予備群的な個体も含まれているとも言われるが、それにしても乳頭体制の生態がいるということは、哺乳類としては得意である。これを説明するにあたって、人は離乳後も牛乳などの乳汁を飲み続けているための順応の結果であるという説と、 遺伝子の変異の結果であるという説とが存在する。つまり、離乳後にも乳糖を摂取し続ける食習慣のために乳糖体制を持ち続けているのだという考え方と、長い年月にわたって世代を超えて乳糖を摂取し続ける生活を送ってきたために遺伝が選択されてきた結果として乳糖体制を持ち続けているのだという考え方である。 前者の説を支持する事象としては、次のようなものがある。これらの事象のように、人種、民族によらず、その生活スタイルが変われば、入党不対象が治ったり、逆に、入党不対象になってしまったりすることが挙げられる。後者の説を支持する事象としては、次のようなものがある。入党不対象への対処としては、様々な方法が考えられてきた。 次のようなものが存在する。ただし、先天性の乳糖不対象、自発性の乳糖不対象、後天性の乳糖不対象、それぞれで適切な対処の方法は異なっている。また、年齢などによっても適切な対処法は異なる。上記の対処法の中には、乳糖不対象と混同されることがある疾病、ガラクトース血症、乳製品アレルギーには、危険な対処法もあり、 注意を要する。アイスマン、マイナスミイライ体を分析した結果、乳糖不対象であったことが判明している。胃の内容物の分析からも乳製品を口にしていなかったことが分かっており、羊飼いと推定されていた従来説は疑わしくなった。代わって提唱されているのは、行商人であったという説である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。